Okay. そういうことな。結構乗り換え多いんや。取れてるよね。そっか、えらい乗り換えが多いかなと思った。あれですね、亀山方面からサーキットの S 帯の帰りのお客さんが亀山方面に行く人はこうか。これが一番ちょうどベスト電車やから。そうも GT の上の方も多いですもんね。いやーってことで、先にねこっちの方がついてましたけど、ああそっか、計測の切り替えもあるから、あれももうもうあれになってますもんね。ってことでね、まあまあしっかりと堪能できたんじゃないかなということでですね、まあ最後はもう帰ってくだけなんでここら辺で締めていこうと思いますけど、いいですね、なんかこういう感じで座っていて、まあまあ名古屋方面の方行くんだったらね、まあ、こんな感じで乗り換えの方行ってって感じですね。もう西日が眩しいってことなんでね、まあまあまあいろいろと見えたし、まあいろいろと回れたんでいい感じになったんじゃないかな。で結構ここで乗り換えで名古屋方面に乗り換えて使う人も多いんだな。あそっか、まあ四日市とどうせ列車一緒やし、名古屋まで出る人だったらどうせ快速便は臨時停車するかそっちに乗ってまった方がいいしね。あそっかそっか、だから亀山方面に行く人から鈴鹿サーキット行く人と、 あれかはこっちの方とかの方がいいのかな。なるほどな。一時的にうわっと人が多いんで面白い光景ですけどね。よし、まあいいや、ここでもう閉めちゃおうか。下まで置いてまでですしね。結構人もおるし。まあ、最後だけパッと撮るのに、カメラ出すの間に合わんかったで、ここだけスマホで撮ってるので手ぶれがひどいかもしれませんけどね。うん。まあ、いろいろと見て回れてよかったんじゃないかな。まあ思ったよりもね、取れなかったです。まあこれ一応4つ目用ですからね、周知更新でね、出していくんで、まあこれでまあ、夏分ぐらいまでは取れたらの、周知更新だったら、っていう感じでね、果たしてこれ、だと、果たして4つ目ね、これでまあ間でね、まだなんかお店情報とか更新があったらね、それ差し込むような形でね、こうしてみするけど、どうわかんねえって状態はね、これで解決できるんじゃないかな。ってことでね、岡田神山方面に人も結構いるんでね、いるんだね。神山からだと、まあ、ぼっちゃけもや、車で行った方が便利なんですけどね、鈴鹿サーキットは。まあ、UTJ も結構利用する人も多いってことなんで。まあ、一時よりこのトータル量といえばこのトータル量ですし、ちょうどいいのかな、これくらい。こういうね、使い方もありですもんね。指定静かいったんです。あれですか、昨日ね。よし。おぉ、よいしょ。昨日何があった？
あ、30分。あそこ49分かあんのか。いやー、落としていけるな、全然な。いや、3、ん？ 54 分。あ、そっか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 。4回中、ん？あ、こっちか。あ、そっかそっかそっか。中行きがちょっとあんのか。なるほどね。あった。なんか変なことになってる。取れてる？よし。あ、シュッ、開いてんじゃん。へぇ。さーっと。結構で、こっち側って言って。あ、こっち来ましたし。あとはね、カエルか、多分途中の快活でダウンしてそうですけど、結構通勤理由があるんだな。敷き義務がいっぱいあるんだな。まあまあ日割りのところも駐車場も余裕があるんだよね。全然、とかって500円だったら八丁ホームに行くんだったらね、安く済むし、まあまあパーク&ライドに全然ありっちゃありですからね。今後もいろいろと使っていけたらなと思っております。ということで、まあ、この動画ね、これぐらい締めにさせていただきたいと思います。きっと長いやつで、この最後のやつとかは相当お盆ぐらいに出てそうな気もしますけど、そういう感じでね、よろしくお願いいたします。ということで今日はね、これぐらい締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さあ、どこで閉めてんの？こっち向けた方がいいよな、せめて。せめてこっちで閉めよう。ご視聴ありがとうございました。ね。よいしょ。